僕は一度死んだ。本当だよ、本当に線が見えるんだよ。何言ってるんだい、そんなものどこにもないよ。あるよ、部屋の中に線がいっぱい書いてあるよ。僕は間違いなくその時一人だった。こんにちは。誰なの？魔法使いよ。僕はあの時たった一言ありがとうと言えなかったことをずっと後悔したまま高校生になった。行ってきます。その日何の血のつながりもない人に別れを告げ、僕は8年間暮らした家を出た。何の不満もない。友達と呼べる人もいる。だけど17歳の秋、僕は自分のことが嫌いだった。殺したい。よせ、やめろ。ダメだ。僕は人を殺したらしい。僕はまたあの草原へたどり着けるだろうか。私を殺した責任取ってもらうわよ。彼女の名はアルク、アルクエイド・ブリュンスタッド。